はい、皆さんこんにちは。突然始まるセラスアップ、今日はですね、ご覧ください。今沖縄のですね、名護にありますカヌチャベイリゾートにお邪魔をしてですね、こちらの、まあ、リゾート施設がワーケーションに特化した形で施設を今拡充されたというところで視察に参りましたので、今日はですね、こちらのカートに乗って案内をしてもらいたいと思います。じゃあよろしくお願いします。まず海の方に。このカヌチャっていうのは沖縄の言葉？沖縄の言葉です、うん、なんか意味あるんですか、カヌチャ？川の下という意味で。川の下、あーな、カヌ下、あーホテル立つ前、川が流れてた。はいはいはい。カヌチャの、うん、ヤシの木がですね、4000本生えてます。もちろんこう沖縄でナンバーワン、ヤシの木だらけ。日本じゃないですね、こりゃすごい。ハワイとかにある身長の高いヤシじゃなくて、あ、はい、石垣島から。ほいほい。あ、そうなんですね、カヌチャビーチでございます。うわー、楽しそう。オーシャンパーク、カヌチャオーシャンパーク。本当に家族連れ、むしろ家族連れがターゲットで、家族で皆さんでゆっくりこちらでお過ごしいただくっていうところになっていますね。結構いろんなところでワーケーションで5つの効果があるっていう話をさせてもらってるんですね、まあ、健康にもいいですよ。あとビジネスのオープンイノベーションにもつながります。ビジネスインパクト、ソーシャルインパクト、基地方の、あの課題を解決するチャンスになりますよと。でグリーンインパクト、自然環境を守るための取り組みにもつながりますし、そして5つ目がファミリーインパクト、まあ、家族の関係を向上させるあの機会にもつながるんじゃないかということで僕が提唱させていただいてるんですね。でまさにここのカヌチャベイリゾートはですね、その家族で来て、お父さんはまあ仕事をしている間にお子さんたちがプールだったりとか、あるいはマリンアクティビティにですね、体験をして、また夜は一緒ご飯食べるみたいなことも、まあワーケーションを通じてできるじゃんと。はい、次はですね、はい、2年前に作りました、はい、グランドブルーチャペル、コンセプトのチャペルでございまして、はい、おーじゃん、うわ、皆さん結婚式場を探されてる方いらっしゃいませんか。沖縄のカヌチャできたばっかりの結婚式場で挙げられてはいかがでしょうか。すごい、結婚式場綺麗ですね、キラキラしてる。伝わってるでしょうか。はい、いよいよ10月1日からオープンしたカヌチャベイリゾート内のワーケーション施設を訪問します。さあ右手に、はい、こちらですね、カヌチャワーケーションセンター。カヌチャワーケーションセンター、カヌチャリアンリゾートオフィスです。宿泊もあるんですか、はい、上には。宿泊施設もある。あ、なるほど、じゃあここで泊まって下で仕事できるんだよな。そうです。はあ、カヌチャリアンリゾートオフィスに入ります。よいしょ、パーソナルルームありますんで、コピー機もここにございますと感じですね。面白いですね、作り方。お邪魔します。ここ合宿にバッチリですね。素晴らしい。ホテルにこんなちゃんとしたスペースがあるのは割と新鮮ですね。東京のコワーキングスペースとか、まあ、本当に皆さんの街にあるコワーキングスペースと全く遜色のない施設になっているようなので、カヌチャ